食って食ったよ。連続だとワインの重宝でかい。これぐらいの感覚です。ハンドルの方に意識を向けない。ワインの来た食って食ったよ。これ桜もちゃうか。桜や、桜桜映ってるよ。ちょっと若さユーイング映してこれ。おっしゃー、一撃ナイスパスおはようございます。今日も足の子です。めっちゃ暗い今電気で照らしてるからこんな感じだけど、ちょっと消してみて。これですこんな時間に来ておりますね。足の子朝まで行きたいと思います。今日はね、新井さんを連れておかっぱりからのボートという日本立てで行こうと思います、はい、で、なんで僕オープニング一人かというと、新井さんでボーです。じゃあ行きましょう。先に新井さん来るまで釣っちゃいましょう。今日はかなりの崖を下ってやろうかなと思うんで、ちょっと気合を入れんと。傾斜角45度以上あるよね、きっと。あれもっとある、60度ぐらいある。あれ相当な傾斜角やと思うね。スノーボードやったら頭が転がるぐらいの、滑ってたらアウトやね。下までもうゾーンと落ちていったら事故ないようにだけやな。多分ケイちゃん無理やから俺一人で降りるけど。どの辺やったっけ、これこの木。こんな感じの崖を下っていくんですよ、今から。傾斜角エグいよ。この傾斜角がこのビデオだとちょっと分かりにくいんだよな。相当ですから、これ本当に。やべえな、これ。崖。死人出る。やばない、これ。すげえよ、これ。頑張るわ。エグいけど、ほら。たどり着きましたよ。楽園にね。ほら、どうじゃ。この楽園。最高に気持ちがいいです。読み通りや、ここは絶対いいはず。ビッグワンここで撮りますよ。ネイチブドラゴンフィッシュをね。じゃあさらにこの岩場をレーダーでからの、この岩の上から進んで、はい、というわけで秘境に降り立ってきましたけども、なんでこんな寒いんやろね。ここ6月ですよ。6月でこのモフジャケット余裕。息が白いからね、ほんまに別世界。ではどんどん進化してるワカサギゲームを試していきましょう。おはようございます。無事に来ましたね。全然微妙ですね。何も起きない。くたった。やばい、やられる。あ、やられた。てか普通に外れたか。はあ。いやでもまあまあでしたね。やられた。うわあ、結構ボトムっすよ。カウント40は沈めましたね。なんかこれかなりやられそうな感じがすごいあったんですけど、うわー、貴重な貴重なこれをさっさとボートで行った方がいい気がしますね、この風やったら。さあ、はい、さあ行けそうな気がします。あ、出たもうその前に遅刻ですからねこの時点で行けてないですからねおかっぱりはね、不発だったけど、まあでも雰囲気はありましたね。まあ、石川さんのあのビッグ話いただくが、はい、ね、たので、あれをちょっとモチベーションにして今日は。そうですね、頑張りましょう。魚はいることは分かった。あとは釣るだけですよ、はい、だいぶワカサギウイングも進化してくるから、あとは腕次第そうですねもう今から出船しようって思った時に何やってるんですか今から出船ですよ、ワカサギウイングで40アップデップデブやら、船みたいな対抗してる。新井さん、出船前にしかもビデオが回ってない時でさ、持ってるのか持ってないのかですよこれ。後ろでバシャバシャバシャってしてるから、え、何みたいな。ちょっと若さユーイング映して、これで一撃ですよ。ハロパンのバスホールで新井さん、今日は最悪これですよってさっき言ったのに、最初にそれですよなんじゃいっていうちゃっちゃっていう音がちゃっちゃもうなんかバスってなんか若干余裕が見えますけど、なんか心なしか後ろに余裕のオーラをまとってる。でもマス釣れなかったらあんなもんはもう思いっきりカットでバーン朝一新井さんは全ての運動機を使ったと思うから、今日多分撃沈するよ。エンディング楽しみなやつやで。ハードルがいつの間にか下がってるからね。最初あんだけネイティブこだわってたのに、もう放流釣れてうわーってなってきてるから、あれいつの間にかハードル下がってきてんなみたいな。保険を最初に使っちゃうからね。あれは釣れなかった時の保険っすよ今見えてる岩がさっき俺が乗ってた岩、三井市より全然やっぱこっちの方が急ですわ。多分もう一個沖のベイクやと思うんですよね。うっ、食った。やっぱここだよ、おかっぱりでやったところのちょっと沖。
ここやったらちょうどおかっぱりから俺がフルキャストしたぐらいの位置なのね。やっぱそこで当たる。ボトムやね。ボトムをついてからゆっくり1回転してストップ、ゆっくり1回転してまたボトムに落とすみたいな。それ3分。うわっ、くてる、追いぐってる、追いぐってる。ポツポツ当たりますわ。ボトムの超スローな。おっ、来た来た。ブラウン、寄るまでもない。ちょっと一応寄りますわ。ネットインしといてください。まあまあサイズ40ぐらいの初ブラウン。足起こった。ナイスブラウン。まあ割とヒレ綺麗ですよ。でも今日は新井さんが調子いいですね。なんやろこれ、どんなオチが待ってるんやろ。やっぱ狙い通りですね。僕もコツコツ当たりは来てるんだよ。乗らないんだよ。さあちょっと新井さんに先越されたから頑張ろう。まあ、当たりは来てるからなんか今日はいけそうな気がするよ。言っちゃったけどね。大丈夫大丈夫、余裕で行ってやるよ今日は。なんたって朝一ネイティブかけたからね。その辺やったらもうカウント100超えません。カウント105でした。もう下巻きギリギリまで出ました。70オーバーかかったらライン全部下巻きごと持っていかれますわ。150m ぐらい前とかな、こうやって。無風だね。しかしもうちょっと風欲しいね。やばいな、釣れそうな感じだったんやけど。ありがとうございます。これで多少5m ぐらいなら。なるほどなるほど、水温も測れるし、はい、ここで 16m。 今日ターンあるといいね。テンション上がる。うわ、あった。岸側に投げてこっちに徐々に深くなってくるから、ポンポンと階段を降りてくるような感じ。やっぱこの辺が熱いと思うな。アンカー下ろすわ。ここでギフカじゃない。やばいよ、奇跡起きてくる。奇跡、足の子の神様。雲出てこい、雲。風を吹け、そして空は曇れ。おお、でかでかでか、やばいやばい、や60ワップのブラウンネイティブの。びっくりした。いる、俺なら釣れる。わかった。うわ、追い打ちてくる。頼む、奇跡起きてくれ。2段ブレイク探しやってみたんですけど、深すぎて攻めづらいですね。僕のところで30アンカー下ろしてももしかすると足りないかもしれないです。バイトは結構あったんで1本取っときたかったっすわ。トレ高的にやばいっす。僕もこうなったらバス釣るしかないかもしれん。トレ高のためにほげるわけにはいかん。石川さん10分で釣れる男なんで大丈夫です。いや今日はもうそれ嫌っすわ俺。ちょっとやばいぞ今日は。よっしゃー、一撃 LD。 あ、来た。なんでまさかのクロンさん登場。なんでなんかありました今日来てる。超能力あるんですか。おらナイスパス、ライトウィング LD。 一撃やったな、まさに。これ食うとこ見えたんじゃん。今日はねブラックバス釣りに来ましたからね。マス今んとこ釣れてないから、もうバス釣りに来たことにしようかなと思って。今日はねこれを釣りに来ました。ケイちゃんもバス LD で、うっ、近い。ナイスバス LD で、ライトニング LD で一撃です。カメラがある時に釣ってや。そうやな、うん、いやだからまさか釣れると思わなかった。いやだからそのまさかがあるからカメラを回すんだよ。朝の新井さんと全く同じやんけ。何しようったんすか。おかしくないですか。新井さんなんか帽子取りにさっき帰ったのに帽子忘れたって言って帰ってきたんやけど、何しに来たんやろ。じゃあ何取りに行ったんやろ。何も取りに行ってないってことだな。さあさっきまでバス釣りをしていた久能さんが新井号に強制的に乗せられました。強制習慣ですよ。調子よくバス釣りをして今日も2本取ってるのに捕まっちゃって釣れないマス釣りに同行させられて、これからノーバイトの刑です。連続ダートのワインの重宝でかい。まあまあですよ。外れた。最悪、今のネイティブでしょ。でかかったっすね。結構最悪ですわ。結構な引きでしたよ。ワインド重宝ですよ。ビッグバラシ2、残り10分とかもう嫌です。バスなんか釣るからバチが当たるやな。結構ワインド使えるな。
もうね、こんだけバイトが出なかったらもうリアクションですよ、リアクション。厳しい状況でも釣るっていうのがね、俺の釣りやからね。おっけ、うわ、なかった。当たる。新しいメソッドを俺は見つけてしまったかもしれない。これいけるかも。このワカサギダンスに見えるんかもね。絶対食った。しゃあ、ホリホリ、ちっちゃいちっちゃい、めっちゃちっちゃい。放流です。放流やけどワインド重宝でゲットです。素晴らしいね。これぐらいなワインド釣れるよ、マジで。何はともあれこれでなんとか一本いけたよな。ナイスオン、ナイスワインド、やったーとあのサイズでこの厳しい状況でも釣るっていうのが俺の釣り。でもあれじゃ言われないよ俺の釣りどうやとか言って、あのサイズで。そうそうそう、最後までずっと通す。そうそう、厳密には違うんだけどね。手前に来るほど俺は幅をちょっとちっちゃくはしてる。実は沖にいるほど幅を広くしてるの。これは俺の経験上やけど、逆に同じ感じにはならないのです。食ったよ。これはまあまあです。これはでかいよ。うん、これはでかい。これ変なとこかかってるかもしれない。横にかかってるかもしれない。こんな重いわけないやろ。でかいんや。サクラマスちゃうか。ああ、なんか銀色だ。横にかかってる可能性がある。それかもしくは巻いてるかな。結構なでかさやで、これ。ああ、ボンレスハンマーになってる。マジ。いやいや、もうここにおるか。あ、これ桜もちゃうか。桜や、桜、桜。よっしゃ、取った。完全桜きた。フィリピン。そしてこれクリアワカサギ。クリアワカサギ完全に桜、ネイティブの。めちゃくちゃやばい。めっちゃ引いてましたもんね。めっちゃ引いたっすよ。全然上がってこい。尻尾が特徴的な。やっぱなりよく顔っすよね。ああ、顔がもう全然違います、ね。全然違います。ヤマメっぽい感じ。そう、ね、残ってる。俺桜3本目なんですけどどうしましょう。やばいっすね。50ぐらいの、50ちょいぐらいありそうね。桜の引きやっぱえぐいっすね。えぐいっす。絶対スレやと思ったんですよ。途中から全然上がってこんくなって、あ、はい、これ巻いてるんかスレなんかどっちやろと思ったら普通の口でした。じゃあこのネイティブ桜は再び芦ノ湖へと戻っていきます。急いで投げろ。急いで投げろ。釣れるかも。ワインド講習をしてもらいたい。ああ、いいっすよ、全然。ワインド講習しましょうか、ワインド講習。よし、じゃあ行きましょうか。フルキャストしてからの、これね、飛行姿勢がめちゃくちゃ安定するんで、このクリア素材。めっちゃだから飛距離が出るんですよ。だいたい50カウントぐらいでいいと思いますね、僕。はい。感覚なんですけど、これぐらいの感覚です。ドーン、ドーン。で、リーディングはしないんですよ。リールのハンドルに意識を向けたらダメです。要は、この竿の上下で勝手にリーディングがされていくっていうだけなんです。意味わかりますかね。まあ厳密にはリーディングはしようんですよ。しようんですけど、リーディングのハンドルの方に意識を向けない。竿のテンションを常に一回一回のダートのその重みが毎回同じぐらいになるように調整するんですよ。これが軽かったり重かったりなってると、それは左右のダートが均等にいってないってことなんですよ。ワインドの一番のコツっていうのは左右のダートを均等に常にやる。なので毎回毎回しゃくった時のテンション、竿にかかるテンション、圧力が毎回同じになってるなっていうのを意識しながら、その巻き取るっていうのも自動的に巻き取ってるっていうだけの話なんですよ。ほとんどリーディングはだからもうなんか意識しないですね。基本スラッグはかなり出てる状態です、常に。だからそのしゃくり始めの一番最初はノーテンションなんですよ。で真ん中ら辺まで上げて、このぐらいですね。これぐらいから圧が加わりだして、でここで頂点。だからこっからここまではかかってないです、圧力は。スカスカです。そのスカスカっていう部分がないとダートしないんですよ。要はその空白の部分、無の部分
無の部分は絶対作ったらなあかんのんで、だからそこを作るためにこうリーディングをしないんですよ。リーディングで余分なスラックをこういう風に巻き取っちゃうとスラックが消えちゃってダートが安定しない、はい、ダートしないターンがあったりするんですよ。そうなるとダメです。毎回こうスラックを作る。まさか芦ノ湖でワインドのレッスンをするとは思わなかったどこで何をやってんねんって話ですからまあこれ旗から見たらジギングですよ多分。あいつら浅いところでやってんなみたいな。でもう一個大事なのがバイトがしゃくりのタイミングで要はバイトがゴンってくるわけなんですよ。でもそれはこの動きをしてるから合わせが効いてると勘違いするんですけど、実はそれ合わせになって針先がちょんとかかってるだけなんですよ。だからガッてきたらガッガッて2回合わせてください。2回やるんですよ、ゴンってきた後。でもやっぱどうしても体勢がこうでもうすでに竿が上にあるから、もうこっからもう一回合わせっていうのはなかなか難しいんですよ。でもそこをもう強引に巻き合わせも合わせていってもらうと針がしっかりかかる。これやっぱみんなよくやっちゃうのはやっぱ巻きすぎっていうのはよくやっちゃうですね。最初の頃はテンションの一定の掛け具合が慣れるまではこうあえてリーディングせずにこうやってスラッグだけでこうこれだけでもダートができないとダメなんですよ本当は。ただちょっとずつ竿は後ろにしてなあかんすけど、本当はもうこれだけでもワインドになってますからね。でもこれはスラッグが出てるからリーディングせんかったらちょっとずつ竿を後ろにせなあかんすけど、要はあれぐらい竿だけで操作できるようになれば完璧ですね。均等ダートですよ、均等ダート。あと意外と初速の水押しは大事、すごく。あと竿を頂点まで行った時に下に戻すのも意識してください。こう一番頂点まで行ってからこう戻しを一瞬だけ、一瞬でいいんですよ戻しは。戻さないとそのスラックが取れないんですよ。しゃくりは頂点で終わりじゃなくて頂点過ぎ去った後の戻しで終わりみたいな感じで、そうっす、そこのスラックがめちゃくちゃ大事なんですよ。ちょっとさっき久能さんのしゃくり見てたんですけど、久能さんのしゃくりはここで止まってたんです、竿が。それだとスラックが出ないんで一瞬ちょっとだけでいいんで戻してください。ワインドの桜マスは気持ちよかったな。芦ノ湖でワインドで桜マス釣ったの俺ぐらいじゃないフェザージグで釣ってるのも俺ぐらいやし、それをワインドで釣るやつも俺ぐらいやし。桜マスワインドで釣れる説やな。ワインドで桜マスを釣る、これが俺の釣り。おっ、来た。久能さんの初フィッシュがワインドの成果出た。おめでとうございます。芦ノ湖初フィッシュ、ノーバイトの男がこれでワンフィッシュの男に格上げです。ワークサギウイング 5g のワインド釣れる。来た。ワインド、ワインド、ワインド。お、まあまあです、にじます。ワインド来た来た。ワインドフィッシュ、芦ノ湖でワインドが効いている新メソッドや、新メソッド。ナイスワン。それもね使えます。僕はタチウオゴムボートでトローリングでやってました。タチウオゴムボートにエレキつけて釣れた。どう、いる、外れた。いや、ちょっと重いです。え、何、お、結構いる。でかい。でかい。ネイティブ。え、まさかのトローリングワインド。トローリングワインドで、いや、さっき僕が言うたジェロが本当になった。あ、ピンシェン、ネイティブちゃいます。うわ、やばい。うわ、ピンシェン、ネイティブ来た来た、ドラマ起きた。すげえ、トローリングワインド後ろ座席のこれが特権、特権です、特権、特権。ノーバイトの男がついにネイティブの男になったさあ、じゃあエンディングいきましょう浮かれてるわ、遅刻しといて浮かれてるわというわけでお疲れ様でした。いやー、オープニング今日僕一人で暗闇の中で撮りました途中久能さんを合流してね、バス釣りに来たのにね、はい、悶絶のボートに乗せられでもついに釣りました、やりましたね、おめでとうございます。
雪苦雪どれぐらいですか。丸1年ぐらいじゃん。丸1年、はい、1年足の子でノーバイトの男がついに、はい、ツーフィッシュ、ツーフィッシュのところにあったんですね、はい、しかもその釣り方がトローリング、トローリングワインドこれでやめられないでしょ。次もバスじゃなくてマスでしょ。ですかね。ほんまかな。多分スピ鍋投げてんじゃないですか。で新井さんもね2本行ったっすよね、はい、前回ホームランか三振かみたいな感じね。言うとったの今日中途半端っすよ。ヒット打ってヒット打っちゃいましたでも今日あれですね、ワインドっていうのが、あ、はい、多いですね。まさかの足のことどこで何やってんねんっていう話ですけど、ね、しかもちゃんとみんな連れてるっていうのは、そう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 いやむしろあれなかったら多分今日やばかった。そうですねワインドで桜も釣れるんやって。そうですね。ワインドぜひ皆さんもやってみてください。今日が6月、はい、まだまだなんか全然いけそうな感じですよね。一段ブレイク下がったかなっていう感じはしたんですけど、水深はある程度あるところを攻めれば全然まだいける感じはしましたね。そうですね。で攻め方と場所次第では足の子まだまだマスもいけるんちゃうかと思いましたよ。本当にもう今日も僕らぐらいしかガチのマス狙いいないですけど、そういやまだまだみんないけるんで、ぜひぜひバスを釣らずにマスを狙ってください。どっちもね。俺らも今日バス釣って保険かけちゃう保険かけちゃいましたからね人のこと言われへんで、もう今日はバス釣りっていうことにしようか言ってましたもんね。そうですねまあそんな感じで今日も楽しくやれてよかったかなと思います。また行きましょう。お願いします、はい、じゃあお疲れさんでした。ありがとうございました。マインド情報です。あ、ヒレピンピンでかい。50ダル。今日ね、何種類か持ってきて、ワインドで釣るんやったら、ダートに特化したような作り、よりワインド情報っていうのが生きるから。おっ、結構食ったよ。これでかい、これでかい。これめっちゃでかいぞ。クリアガード1個ぐらい。ワインドめっちゃ効くな、やっぱ。釣れてしまったものを使うわけにはいかんから。テストだから、釣れたものはどんどん使えなくなっていくシステム。これきついで。足元うブランブラン10グラムをやったで。この10グラムのフックの大きさでも普通に乗るっていうのは分かったな。シャクシャー食ったよ。うん、やばくないこれ。ボコボコだよ、ボコボコ。やばな、この釣れっぷり。ワインド歴15年、やばくね。これが俺のワインドだ